次はね、サイレンネーム、桐原きりさん、東京都の方です。あ、このメールはキテレツの方に行きそうだな。ゆうりんこんばんは。以前の、なんて読むんだっけこれ、花壇の話で思い出したのですが、BL 好きの一員として、他の女とくっつくのを見るくらいなら男同士で手の届かない存在でいてほしいという感情もあると聞いたことがあります。女性って怖っって書いてあるんですけど、これはね、わかるね。あれわかんない、わかるでしょみんな。あれだって矢野さんがさ、じゃあちょっと好きなアイドルがわかんない北野キーちゃんがまあ好きか知らないですけど、なんか誰か他の男の子と付き合うぐらいだったらって思わない？あれ？え、だってさ、なんかゆかりとか、まあ基本だけど、例えばそのさ、ヒロくんが誰かと、あ、ヒロくんってみんなわかんないかもしれないけど、光源氏のヒロくんが誰かと付き合うくらいだったら、あっくんと付き合っててほしいって思ったよ。あれ、これちなみに税金っていうあれらしいんで、あの税金ですので本当お願いしますけど。あれ複雑じゃない？いや、そんなことないでしょ。だってさ、誰かとさ、なんか結婚したりする方が嫌じゃない？なんかずっと永遠にあっくんと仲良し小良しでいてもらいたいなって。あれ思うって、いや絶対みんなだってさ、ゆかりに対しても思ってると思うよ多分。じゃあ例えばゆっかりんがちょっと適当な人が思い浮かばないから、三島さんと付き合うぐらいだったら奈々ちゃんと結婚してほしいと思ってると思うんだよね、確実に。あれ、あ、みんななんでそんな首をひねる感じなの？ちょっと待って、じゃあ森くん、ゆかりがミシと結婚するのと奈々ちゃんと結婚するのどっちがいい？なあのさ、わかりやすかったけど、奈々ちゃんのことを、あの、指で7っていう数字で表すのやめてくんないかな。ちなみに、三島さんだったら何て表したの ?3、4なの。あれでしょ、でもそうでしょ、奈々ちゃんでしょ、でしょ、でもそれはもしかして、あの、ミッシーが嫌なのかもしれないよね。森くん的に。でしょ、絶対そうだって。あれ、なんでみんな理解できないんだろう、おかしいな。あれ、これだってタッキーがなんかアイドルと付き合うんだったら、翼くんと永遠に仲良く二人でいてくれた方がいいけどな、おかしいな。あれ、なんか男性声優とかに当てはめてみようか。いや、当てはまんない、当てはまんないよ。わかんないけど、当てはまるかな。おかしいなあれ。だってさ、あれでしょ、でこういうのってほら、身近な人とくっつけたがるから、オノディが誰か女の子と仲良くするぐらいだったら、わかんない、誰とやってんだっけ、神谷くんと仲良くした方がいいとかさ。今絶対ラジオ聞いてる女子、腐った方の女子のみんなはそうだそうだ、うんうん、そうだそうだって絶対思ってる。もういいよ、わかんないんだったら絶対、もうみんなバカ。欲しいな、絶対。もでもちょ待って、これ絶対さ、みんなそうだと思うから、あのね、ちょっと情報をお待ちしたいと思いますけど、キテレツですって書かれちゃった。キテレツかもしれないけど、これはキテレツじゃなくて、これは別にふざけて言ってるわけじゃなくて、真剣だもん、ゆかり。これは嘘偽りない、高校生の時からずっと思ってたことだね。情報待ちますか。じゃあ、まあ、情報募集しますよ。あの、みんなは、あの、怒りと同じ意見なのか。あと、あの、いろんなカップリングを募集します。まあ、発表しないと思いますけど、特に男性声優のカップリングをじゃあ募集したいと思います。皆さん、あの、腐女子の皆さん、ぜひ送ってきてください。